ヤマハ海 ZR-1000 は、ヤマハ発動機が1987年に発表し、日本国外市場向けに生産されていたオートバイである。FZR-1000 は、ヤマハのスーパースポーツ系のフラッグシップスポーツとして、欧米地区輸出用に開発された。エンジンは、FZ750 に搭載されたユニットをベースに、ボアアップし、FZR-400 のアルミデルタボックスフレームや、冷気を、 外気から導入するファイ、フレッシュエアーインテークを採用し、FZR750 やユースフ750のレプリカとして1987年に発表された。販売の中心となる欧州では、タンデム走行でのツーリング等の需要のために、250や400の分割式のシートとは異なる、タンデムしやすい形状に変更されている。1989年には、 シリーズ初のフルモデルチェンジを行い、FZR750R のデザインを基本とすることで250から1000まで統一されたデザインで登場した。メカニズムには排気デバイスである XP が搭載され、エンジンもボアアップされた。1991年にはフロントフェーズの変更を行い、2番のフェーズからプロジェクター方式にライトの変更や成立フォークが統立フォークになったほか、 フレーム形状も少し変更された。1994年にはヘッドライトをはじめとするフロントフェースの衣装が変更されたほか、6ポットキャリパーが採用されたが、翌年のモデルを最後にユース不正 R にフルモデルチェンジを行い、生産終了となった。ありがとうございます。